こんにちは、ヨウトウです。今回は明日からマリオカートツアーのミーツアーがスタートするということで、ミーを作っていきたいと思います。自分の顔を作るのもね、もちろんいいんですけど、せっかくなら推しキャラのミーを作りたいなと思って、ママはヨッシーちゃんが好きなので、今日はねヨッシーちゃん作ってみます。どうやってミーを作るのかというと、マリオカートツアーのアプリを立ち上げて、右下のメニューから設定を押して一番下までスクロールします。アカウント管理を押して任天堂アカウントを入力してログインしましょう。アイコン部分をタップして新しく作るを押すと、ミーを作ることができます。はい、じゃあ早速やっていきます。ミーの性別を選んでください。いつでも変えられますということで、一応女の子にしときますね。顔、輪郭は、ヨッシーちゃんまん丸でいいんじゃないかな。髪の毛はないよね。ヨッシーちゃんツンツルテンなんで、これでなんかすでに面白いな。パーツ、あ、お目目先にしようかな。お目目、今ね、前にね、ヨッシーちゃんのぬいぐるみを置きながらね見てるんですけど、これ近いんじゃない。これで、カラーは、あ、じゃあ、ユアトはカラーにしましょうか。お目目。配置、もっと大きいと思うんだよね。こんぐらいかな。もっと大きすぎで、上の方行きたいな。こっち、上。で、キュッてなってるんだよね。こっち向きかな。いいね、いいね。で、もうちょっとくっつけた方がいい。あ、行き過ぎ。怖あ、これいいんじゃない。いい感じ、いい感じ。ちょっと似てる。鼻はね、これです。よし、じゃあ鼻。鼻はね、上の、もうちょっと上の方だよね、と思うんだよな。こんぐらいで、でね、そう、さっきやってなかった眉毛を、この、ヨッシーちゃんって鼻っていうのかな、あの部分が結構出てるんですよね。なので、ここをね、こういう風にして、近づけて、これ出っ張ってるように見せたいんだよね。難しいな。これもうちょっと上かな。ここにして、いいね。で、ちょっと下じゃない？これくっつけられないんだ、これ以上。これじゃ離れちゃうから。これはちっちゃいんだよな。ポコってさせたいな。もうちょい。こんなもん？なんか違う。難しい。ちょっとこれ後でまたね、挑戦しよう。次行こう。鼻やった。口か。口は、しんちゃんってそんな口開けてるイメージないから、これでいいかな。口。で、ちょっと大きくしよっか。大きくしよう。ニコニコ。で、パーツ、メガネはないし、そう、ヨシちゃんのこの白い部分をね、ちょっと見せたいんだけど、ひげ？いや、これじゃないじゃん。これじゃないよね。違う。あ、これいいね。これいいね。これをさ、ちょっとし、白とかどう？白。あれ、なんか違う。こんな？なんか変なの白くなってないか。あれ？こんな感じ？似てる？このなんか口の上にある白いのなんだろう？ひげにこんなんなかったよ。私なんかつけた？なんだこれは。なんだこれは。鼻じゃないし。謎のパーツがあるんだけど、これ何？どうすればいいんだ。わからん。口、待って、口。あれれれ？これなんだろう？これいらないんだけどな。あ、なんかつけてた、これだ。口ひげついてました。あ、ごめん、あ、いいじゃない？いい感じ。いい感じだね。これは？サイズ感。ヨッシーちゃんって、マリオカートで言ったら中量級だよね。なんで、真ん中でいいか。真ん中の真ん中にしよっか。で、色か。そう、顔色ちょっと、なんか、待って、顔の色変えたいな。顔の色って変えられる？
からこれか。あーそっか、緑ってないんだね。黒い、黒ヨッシー、茶色いな。一番近いヨッシーなんだろう。あ、オレンジはどうだろう。黄色、あ、黄色くない、白。オレンジヨッシーにしようか。オレンジが一番ヨッシーちゃんっぽいんで、じゃあなんかこれ人間の顔かと思うとなんかちょっと気持ち悪いね、これ。あ、いいんじゃない。いいんじゃない。あとね、最後にね、あの眉毛をねちょっと調整したいな。もうちょっとうまくなんないかな。面白いな。これか、眉毛ね。これ難しい、パーツを変えた方がいいのかな。いやー違う、これ、いやー角度を変えたら結構いい感じになるかな。いやーでもなんかこれがやっぱ一番いいんじゃない。あ、カラー黒がいいよね。黒にします。黒あるよね。黒黒、うん、あ、いいね、いいね。これじゃ、あ、でもこれ悪くないか。ここにね、こう白い部分とこうくっつけたいから、こ大きさこっちの方がいいかもね。あ、これだと違うんだよな。こっち、これにしようかな。位置もここがいい感じ。これでどうだ。出来上がり押してみようかな。ポチ。あ、いいんじゃない。似てるんじゃない。どうだろう。これで保存しましょうか。はい、保存する。できた、ヨッシーちゃんに。なんか面白いけど。できました。じゃあ次はパパへバトンタッチします。はい、ということで、さっきママがヨッシーちゃんを作ってたので、パパはですね、持ってないけどすごく欲しかったけどガチャで取れなかったカメックを作って、カメックを持ってる気分になろうかと思います。で、一応パパはですね、ユアとトワとこの間ピンクヘイフを作ってみて、ちょっとこのミーの使い勝手には慣れてるのでね、結構いい感じにできるんじゃないかなと思っております。はい、ではカメック作っていきたいと思います。スタート。カメックヒラヒラしてるから女の子の方にしようかな。お洋服、まずは色とかそういう全体的なやつからまず決めていきますね。水色くん、そしてじゃあ顔作っていきます。顔なんか黄色っぽいな、カメック。で、顔の形はこれでいきます。そして頭、帽子かぶってるよね、カメック。ということはこれか。これか。バービーちゃんみたいだな、これかな。これにします。はい、そしてメガネだよね、カメック。メガネなんで作っていきます。サイズ感もこんな感じでいいと思うんだけどな。カラーは水色か。上上げます。そして鼻がこの鼻、あ、いいね、カメックっぽい鼻。ちょっとちっちゃくします。ちょっとくちばしっぽい感じができないかな。これを下に持っていく、回転する。おおおお、悪くない悪くない。なんかこうポコッとした感じ。カラーがもうちょっと自然な色にしたら、影っぽい色にできないかな。うん、これでいってみよう。そしてこの目を回転させます。ちっちゃくします。寄せます。上に行きます。ほら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 、鼻を上に上げます。ほら。よし、じゃあちょっといってみよう。で、口これかな。配置を、あとこれをだよね、使って、もうちょっと口下な気がするな。あごひげ上げて、ほら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 、口を大きくすればいいのか。はい、牙になりました。ほら、カメック、どうでしょう。ちょっと出来上がり押してみます。あ、なんか鼻ずれてる。ちょっと待ってくださいね。カメック完成。はい、ということで今回はミーを作ってみました。意外と面白くてもっと作りたくなっちゃうよね。そうだね。明日からのミーツアーで早速このミーを使って走りたいと思います。皆さんもぜひ自分のお気に入りのミーを作ってミーツアー楽しんでいきましょう。ユアトアは他にもマリオカートの動画たくさんありますので、よかったら見てみてください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。また見てね。バイ。